秋篠宮家の次女佳子さまが日本との外交関係樹立から125周年となるギリシャを今月25日から公式訪問している首都アテネのパルテノン神殿の視察や記念式典に出席された様子などが連日報道されている観光立国でありながら経済危機や新型コロナなどで日本人観光客が遠ざかったギリシャ今回の佳子さまの訪問を復活のきっかけにという期待もあると 公室番組の放送作家の柘典子氏は解説する。本年は日本とギリシャの文化観光年とも位置づけられており、両国の相互理解や交流がさらに進んでいくことを願っております。佳子さまは27日、日本時間、日本とギリシャの外交関係樹立125周年などを記念した式典に振り袖姿で出席し、挨拶を述べられた。 今年は日本とギリシャとの外交関係樹立125周年であると同時に日本・ギリシャ文化観光年とされている。ギリシャ入りした佳子さまが、まず世界遺産のアクロポリスにあるパルテノン神殿を訪問されたのもそのためだ。今回、佳子さまがギリシャを公式に訪問されるというのは、日本政府とギリシャ政府がさまざまな交流を双方で活性化していきたいと考えて実現したと推察されます。と、 公室番組のの放送作家げ氏は解説する日本を訪れるギリシャ人とギリシャを訪問する日本人の観光客の数はずっと右肩上がりだったんですがコロナによって大幅に減りほぼ観光での交流が途絶えてしまったギリシャは観光立国ですから日本人観光客に来てもらいたいという思いもあると推察されますまた ギリシャは2009年に経済危機があって一時は国家破綻とも噂さされ深刻な事態に陥りましたが EU 欧州連合や IMF 国際通貨基金の支援によって息を吹き返しました観光資源を生かした経済のさらなる活性化や豊富な天然資源も手つかずになっているそうで日本の経済力をてこにギリシャの経済を成長させていきたいという考えもあるのかと思います